はい、で今日はね、今秋田にいるんですけど、もう多分ねすぐ岩手に入るんですよ。岩手県の県庁所在地である盛岡に行きたいと思います。でね、盛岡といえばわんこそばをね食べたいんですよ。まあでも今日食べるかどうかわかんないんですけど、とりあえず岩手ではわんこそばを食べたい。はい、で盛岡に行きまして、今日の宿泊地は北条市かな、北の上北条市に向かいたいと思います。ここから約126キロの道のりです。現在9時、到着予定時間は6時ということで、今日も張り切って行きたいと思います。それでは皆さん行きましょう。ふぅ、ミン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 とうるさいの夏やわ。夏が来たー、夏ー。ふもう岩手や。あ、すげえや、マジほんとすぐやった。岩手県に入ります。さあ岩手県ではどんなことが待っているのでしょうか。いや、岩手県も楽しみですね。秋田県ありがとう。岩手県よろしくお願いします。行くぜー。盛岡72キロ、しゃあ行くぞ。お昼、どうやろ、1時ぐらいに着きたいな。盛岡でお昼ご飯食べる感じで行きたいです。はあ、よしよし。なんか今日ペダルが重いのよ、めちゃくちゃ。なんでやろ、たまにあるんだよね、まあ今日軽いなって思う人はペダルが重いって思う日が。ありがとうございます。はい、まあそんなこと言ってもしょうがないから頑張るしかない。下り下り下りラララ下りラララララララ、ああ、かげろうが見えるわ、かげろうが。ふう、下りいいね。カシオペア高原ルート、カシオペア高原ルートに入っていきますよ。いや山に入るのはいいけどさ、本当に雨だけは降ってほしくないよね。もう雨降ったらアウトよ。ちょっとなんか高原に入ってきたっていうぐらいやし、ちょっと涼しくなってきたかな。よっしゃ行くよ。わかるかな、あそこ平原が、あそこかな、八幡平。うわー、すげえ平原や。うー、盛岡46キロ、イエーイ。まだあと80キロあるっぽい。盛岡まではあと30キロぐらい。盛岡から北上市まではあと50、
残り50キロ。うぅ、頑張るね俺。まあまあまあ、どっかでは頑張らんとかんからな。よし、行くぞ。雨降んなよ。ここはどこでしょうか。ちょっと都会になったぞ。北滝沢かな。でももうちょっとで盛岡やと思えって。もうちょっとで盛岡。やっぱ盛岡が近づくとちょっと都会になるよな。よっしゃ、よし、盛岡市来た。来た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 。盛岡、盛岡、盛岡。こっからやな。よしよし。岩手の県庁所在地、盛岡。よっしゃ。よっしゃー、行くぞー。うわー、着いたぞ着いたぞ、盛岡県庁。お、自転車止めるとこ全然ねえや。ライチョウスタンプってありますか。あ、中に、あ、ありがとうございます。